シットスキーを使用する選手パラリンピックのクロスカントリースキーは障害を持ったアスリートのためのクロスカントリースキーである。パラリンピックにおいては立位のほか、視覚障害、車椅子ユーザーのクラスが設定されている。1976年の冬季パラリンピックで初めて実施された。競技者は障害に従いシットスキーを用いることができる。これは椅子の下に スキー板2枚を固定したものである。また視覚障害の競技者はガイドの後を追いかける形で競技を行う。長野パラリンピックで初めて知的障害者のクラスでクロスカントリーが種目採用された。しかし、次期夏季大会においてスペインの知的障害者バスケットボールチームが健常者を紛れ込ませて金メダルをさらったことが発覚して、 パラリンピックから知的障害者の種目はすべて排除された。今もって知的障害者のクロスカントリー種目への復帰が認められていない。各競技者は30秒間隔でスタートする。障害の異なる複数のクラスの選手が同時に競技を行い、国際パラリンピック委員会が設定した係数というハンディキャップを選手の記録にかけて順位を決定する。 ありがとうございます。